開始です。さあ本日の動画サムネタイトルの通りでございますが、横浜大会の結果報告とモデルジャパン仙台大会まで残り3日、現状進捗報告です。イエイ。はい、本日8月31日ということで横浜大会から11日経ちました。進捗報告とかね、当日の動画を載せてなかったので申し訳ございませんので、東京大会もそうなんですけど横浜大会でもね、シンさん最近 YouTube サボりすぎですよっていう結構ご意見いただいたので、ちょっと頑張っていきたいと思います。結構ねちょっとバタバタしてまして、言い訳せずに頑張っていこうと思います。はい、じゃあまず最初にね、11日前にあった8月20日の横浜大会でグランプリいただきました。ありがとうございます。無事グランプリですね。今年ってこの2023ってここに入らないのかな、皆さんの冊子も入ってないですかね。東京も入ってなかったのでちょっと問い合わせして聞いてみようかな。単純になんか、あすいません忘れちゃってましたみたいな感じだったらね、なんかあれこれ何年のやつだっけってなっちゃうからあれですよね。ただでもなんか逆にないはないでなんかスマートでかっこいいですよね。いい感じです。はい、ということで、まあ、横浜大会なんですけど、ね、ご存知の通り、まあ、同じ、ね、モデルジャパンミドルクラスのジュンさんと一騎打ち目標でやったんですけど、まあ、ジュンさんは3位ということでね、惜しくも一騎打ちまでいかなかったんですけど、ファーストコールでね、隣並びで、戦うことができたので、非常にね、まあ、楽しく、ステージングできたかなと思っております。まあやっぱりこう横浜っていう地でね、すごいレベルの高い大会だったんですけど、東京大会横浜大会とね関東2大大会を無事に制すことができて、まあ、さらにねモチベーションも上がりましたし、気合も入ったので、まあ1、まあ、昨年のね、モデルジャパンミドルクラスの日本2位の選手としてね、トップ選手としての自覚を持って勝つことができたので良かったなと思っております。次は仙台大会3日後でございます。コンディション的にはこんな感じですね。横浜大会の当日が水抜いて 56.9kg でした。本日の体重が 57.1 ということなので、まあ、残り3日で調整して前日に水抜いたら 56.5 とか今シーズンで、まあ、一番軽い体重で大会出れるんじゃないかなというふうには思ってます。東京大会が 57.8kg で、横浜大会が 56.9kg、まあ、約1キロずつ落ちてるんで、仙台大会もね少しでも、しっかり落として過去最高、今シーズン最高のね体重で臨みたいなと思ってます。仙台大会はね目標としては、2連覇でございます。もう地元でねいろんな友人や家族応援来てくれるのでしっかり勝ちたいと思います。仙台育英がね残念ながらちょっと甲子園ね連覇できなかったんで、仙台育英の分までね勝ち取りたいと思います。はい、あとはね仙台大会もジュンさんがなんとね応援家族一同来てくださるということなんで、そこでねしっかり勝ち取りたいと思いますので皆さん応援よろしくお願いします。ということで次は3日後の仙台大会でございます。しっかりね、頑張って取って日本大会につなげていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。コンディションはこんな感じでした。はい、それではご視聴いただきましてありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。